おはようございますりょうですそれでは今日も元気よくお金の勉強していきましょう。今日のテーマはこれですね。子供でも楽しめる。金持ちになりたい人が絶対に聞くべき小話。魔法のザクロ。こういうテーマで話をしていきます。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。以前こんな動画を出しました。 えー、子供でも楽しめる。金持ちになりたい人が絶対に聞くべき小話。何 %?3 人の乗客と。ユダヤ教の聖典、タルムードっていう書物からお話を紹介したんですねで。この動画の評判が非常に良かったんで、シリーズ化して続編を作ることになりました。世界の人口の約0.25%に過ぎないユダヤ人なんですけど、ノーベル賞受賞者の20%がユダヤ人と言われていて、フォーブスが公表する長者番付でも上位陣には常に彼らがいます。それほどユダヤ人っていうのは頭脳が優秀。 大金持ち、成功者が多い。こんんな風に言われてるんですね。彼らの成功ののの土台になっているのが、タルムードです。この書物に書かれているお話は現代の日本を生きる皆さんにとっても非常に参考になります。なのでこの動画では魔法のザクロというお話を紹介します。まさに成功の大原則とも言える考え方を学べるんでぜひ最後まで聞いていってください。僕の実体験から言ってもこの原則はもう非常に、ね、説得力がありますね。 ね、ちなみに注意点が一つありまして厳密にはヘブライ語で書かれたタルムードのみが聖典とされるってことです。みなされる。他の言語に翻訳されたものは語訳の可能性があるためですねで。僕自身はタルムードを日本語で解説したものを参考にしてますんで、その点はご承知おきください。えユダヤ人の聖功哲学、タルムード、金言集ですね。より詳しく正しく学びたい人は、ユダヤ人、ユダヤ教の専門家、専門書等を通じて学んでください。えそれではね、本題に入っていきましょう。えー、魔法のザクロですね。こういうお話です。 あるところに仲良しの3人兄弟が住んでいました。3人は成人を迎えたときにこう誓い合いました。これから10年、それぞれ各地で修行をしようと。10年の間に自分が見つけた一番不思議なものを持って帰ってきて見せ合おうと。こういうふうに誓い合ったんですね。一番上の兄は東に行きました。そしてある旅人から世界の隅々まで見える不思議なガラスのコップを買いました。2番目の兄は西に行きました。そしてある町で絨毯売りに出会い。 鳥よりも高く早く早飛べる魔法の絨毯を買いました一番下の弟は南に行きました。とある森の中を進んでいくと、一本の不思議なザクロの木を見つけました。その木は花はたくさんついているのに、実は1つしかなっていませんでした。たった1つの実を手に取った瞬間、咲いていた花の1つが突然実に姿を変えました。弟は このザクロの木こそが世界で一番不思議なものだって考えて持って帰ろうとしたんですけどそう考えた瞬間にザクロの木そのものが消えてしまいましたそこで手元に残ったザクロの実を持ち帰ることにしました10年後再会した3人兄弟は持ち帰った不思議なものを見せ合いました一番上の兄が持ち帰った世界の隅々まで見渡せるガラスのコップを覗くとある国のお姫様が10秒でベッドに寝ている姿が映りました ベッドの傍らでは王様が誰か助けてくれって嘆いています。これを見た三兄弟は二番目の兄が持ち帰った魔法の絨毯でお姫様のところに飛んでいきました。そして到着するやいなや一番下の弟が不思議なザクロの実を半分に割りお姫様に差し出し食べさせました。お姫様は歩くこともできなかった状態から急回復しました。王様は感激して三人の兄弟にこう言いました。お前たち三人のおかげで姫が10秒から回復した。 誰が姫と結婚ししててもいいい人で話し合って決めなさいすると姫が「私に質問させてください」と割って入りました。そして、ね、えー、こういう話です。さあ、どうでしょうか皆さん。一体お姫様はどんなことを質問して3人兄弟の誰と結婚するのか。 この話にはまだオチが残ってるんですよ。なんですけど、一旦ここでストップして考えてみましょう。ディズニーのアニメにせよ、日本昔話にせよ、王子様と結婚するとかね、お姫様と結婚する。これハッピーエンドの典型例ですよね。このお話でも、お姫様と結婚できる3兄弟のうちの1人は、成功を手に入れた人の象徴になります。 つまりこのお話っていうのはどんな人が成功を手に入れられるかっていうことをお伝えするためのお話です三人兄弟の視点に立ってみるならば自分がどんな人になれば成功を手に入れられるのかこれを考えることになります 一番上の兄のように問題を発見できる人なのか、二番目の兄のように最速で行動できる人なのか、一番下の弟のように直接的に問題を解決できる人なのか、はたまた別な視点があるのか、ね。お姫様の視点に立ってみるならば、自分はどんな人に対して成功を与えたいと思うのか、これを考えることになります。もし皆さんがチャンスなり成功なりを与える側の立場にいたら、どんな人に報いたいと思いますか三人兄弟のような人に何を聞いて何を確認しますか皆さんどうでしょう もう学長、そろそろ話のオチ教えてくれよって声が聞こえてきそうなんで、えー、物語に、ねえー、戻りましょう。これがこの話の結末です。お姫様は一番上の兄にこう質問しました。あなたは世界の隅々が見渡せるガラスのコップで私の重病を発見してくださいました。その望遠鏡のようなコップは今でも元のままですか一番上の兄はこう答えました。はい、全く元のままです。この通り使えます。こう答えたんですね。え次にお姫様は二番目の兄にこう質問しました。 あなたは魔法の絨毯に乗って私のところにいち早く駆けつけてくれました。その絨毯は今でも空を飛べますか二番目の兄はこう答えました。はい、全く元のままです。傷もなく問題なく空を飛べます。こう答えたんですね。最後にお姫様は一番下の弟にこう質問しました。あなたは私にザクロの実を食べさせて病気を治してくれました。そのザクロの実は今でも元のままですか一番下の弟はこう答えました。いえ、お姫様に半分差し上げましたので、今は半分しか残っておりません。 こう答えたんですねそこでお姫様は高らかに宣言しました。私はこの一番下の弟と結婚します。彼は私のために大切なザクロを半分失ったのですから。これが結末なんですね。この物語はノーペイン、ノーゲインつまり犠牲なくして成功なしっていう大原則を伝えるためのお話です。それではね、もう少し解説していきたいと思います。この魔法のザクロとは ノーペイン、ノーゲインを伝えるお話なんですね。犠牲なくして成功なしは、失ったものの大きさと成功は比例するっていう原則です。この原則について3つのポイントを解説します。1つ目のポイント。この原則は正しいってことです。これね、本当になんでかわかんないんですけど、その通りなんですよ。えー、痛みなくして成功なしっていうね。 太陽は東から昇って西に沈むって同じレベルの自然の摂理ですね。だからなんでノーペインノーゲインなのかって言われてもだってそうなんやもんとしか言いようがないと。えー僕はね いい大学に入って、いい会社に入って、定年まで安定した暮らしを送るっていう、多くの人がああいう安全な道を捨てたことで、経済的成功をつかむことができたんですね。成功までの過程で、もうどれだけの労力とかお金を犠牲にしたかわからないです。人の通らない獣道も通って、時には騙されたり、裏切られたり、もう体中傷だらけになりながら突き進んだんですねで。成功した周りの経営者たちを見ていてもみんな同じです。 何の犠牲も払わずに成功できた人は一人もいないと、えー。周りの成功者ともよく話するんですけどね、一回も失敗せずにストレートで成功した人は誰もいないってこんな風によく言ってますね。で、エジプトで奴隷となっていたユダヤ人は、モーゼに連れられて脱出する際に、持ち運びできないあらゆる財産をすべて捨てていったと。財産、住み慣れた場所、もうすべてを捨てて、気の見きのままで40年の間にわたり砂漠をさまよった。 この史実からの教訓を優しく教えるのが魔法のザクロのお話ってわけです。ユダヤ人たちはこうやって最大の犠牲を払ったことが今の自分たちを築いたと信じている。もし彼らが何もしてなかったら奴隷として使われた挙句に消えゆく民族になってしまっていたかもしれないですね。何も捨てずに成功を手に入れようってするのは太陽を西から昇らせようとするのと同じです。原理、原則に逆らう行為だってことですね。原則に立ち向かう人は原則に敗れますね。 これが一つ目のポイントと。二つ目のポイント。捨てるのが絶対に先ってことです。もらってから捨てるっていう順番は100%あり得ないと。人間っていうのは誰しも安定を求めます。安定っていうのは現状維持のことで、つまり持っているものは手放さないってことです。現代人にとって持っているものっていうのは、例えば会社での肩書き、給料、今の人間関係、恋人とか配偶者とか、生活環境、住居、車ですね。ね資産、貯金とか有価証券、これらですね。 ほとんどの人は今持っているものを捨てたら成功できますよ今より良くなりますよってアドバイスされても絶対に信じないわけですね、えー、今持っているものを捨てたら成功できますよって言われても皆さんこう答えるんじゃないでしょうか捨てることで成功が保証されているのなら捨てますどうでしょう自分自身もこうだと思いませんか この話のポイントは一番下の弟は何の見返りもないのに自分が世界で一番不思議だと思う大切なものを差し出したことなんですね原因が見えてきたら捨てるとか得るために捨てるとかそういう発想ではないんですねトータルで得をすることが分かってるから捨てるっていうのはペインつまり犠牲とか痛みが伴っているとは言えない 世の中で経済的に成功している人はこの話の一番下の弟のように何を得られるか保証がない状態で自分の信念に基づいて犠牲を払っているとえ決してお姫様に交渉しようとしたりはしないわけですね、えー、もし治ったら結婚してねーみたいなそれだったらザクロあげるよーみたいなこれね、えー、こうやって小話で聞くといやいやいやと、えー、俺とか私はそんなことしないよってそんな交渉するわけないじゃないかって思うじゃないですかでも皆さん結構ねいろんなところでやってると思いますよ 給料を上げてくれるならもっと働きますとかねあなたが家事を頑張ってくれるならもっと大切に扱いますよとか元本を保証してくれるなら投資しますとか結構ねこうやって置き換えると心当たりがある人結構いるんじゃないですかねでガラスのコップでお姫様を見つけた一番上の兄も魔法の絨毯で駆けつけた二番目の兄ももしお姫様のところに行ってしまったらガラスのコップは使えなくなりますよとか魔法の絨毯は使えなくなりますよとえそれなのに結婚できるかどうかは分かりません こういう状況だったらいかなかったかもしれないですよね。だってガラスのコッペや魔法の絨毯を持っていれば、これから先ずっとね、利用し続けられるわけですからね。何にも保証がないところで先に捨てる。この犠牲、痛みこそがより大きな成功を引き寄せる力になります。ここも非常に重要なところなんでね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。それから3つ目のポイント。信念を持てですね。このお話では3兄弟の信念は描かれていません。だけど、この見えていない信念こそ、これもね、また重要なポイントかなと思います。 もし僕がお金目当ての起業家コンサルタント、情報商材屋だったら、この話を紹介しつつ皆さんにね、こう言います。皆さん、ノーペイン、ノーゲインですよと。世の中の成功者は誰しもが犠牲を払って成功を手に入れてます。時間を差し出す、未然に起きる、今の環境を捨てる、こういう覚悟がない人はもう絶対に成功できません。だから、リターンの見えない暗闇の荒野に第一歩を踏み出す勇気が重要ですよ。大丈夫です。犠牲を払う勇気がある人はきっと成功します。 怖いかもしれませんけど、勇気を出して、ぜひこの180万円の起業家コースに申し込んでください。安心してください。飛び込む人。私が絶対に保証しますからって。こういう風にね、えー、きっと言いますね。こういう話に乗ってしまう人は完全にただのカモネギコースまっしぐらですね。なぜなら信念などなくって、煽られて、たきつけられてコントロールされているだけだからと。騙されたって痛みをバネにして将来の成功をつかみに行ける人もいるかもしれませんけど、再起不能のダメージを負う人もいるかもしれない。 確かに、ノーペイン、ノーゲインの原則は人生のコンパスになり得ます。今の自分の人生について考えてみたときに、私が読みたかったのはこういう人生じゃないんだよなとか、なんかこのままの人生じゃダメな気がする。こういう思いを持っている人は何かを捨てるべきタイミングに来ているってことです。自分の心は知っているってことですね。でも、その時に重要なのは、自分の信念に従って何かを犠牲にすることなんですね。誰かに言われて捨てるなんてのは大間違い。それは捨てているのではなく、捨てさせられているだけです。 お姫様に言われたからとか、王様に言われたからとか、兄弟に言われたからとか、こういうのはダメなわけですね。自分の信念に基づいて、私はこうありたいからこれを捨てるっていう覚悟が必要です。自由でありたいから何々を捨てると。裕福でありたいから何々を捨てる。愛情溢れる人でありたいから何々を捨てるこういうことですね。どうありたいかは個人の信念の問題です。 ここを間違えなければ痛みに耐え抜けるんじゃないかなとえ。そんな風に思います。例えばこういう会社員ですね。いつも疲弊していて家族に優しくできないとか。営業ノルマがきつくってお客様に押し売りしている、こんなの売りたくないんだけどなとかね。生き残るために上司におべっかばっかり使ってると。もし誠実で優しい人間でありたいって信念を持つならば、安定給与、正社員という身分、この大切なものを捨てる意味があるわけですね。 今の身分を手放すことで一時的には大きな犠牲痛みを伴うかもしれないだけどその先にあるのはこうありたいって思う自分の姿ですどうありたいか自分はどうありたいかってこれ信念ですね、えー、このことを忘れないようにしてくださいということでまとめいきましょう自分の信念に基づいて物を手放そうとユダヤ人の人生の羅針盤とも言える書物タルムードから魔法のザクロのお話紹介しました世界の隅々まで見渡せるコップを使って姫を発見した長男魔法の絨毯を使って姫のもとに駆けつけた次男 魔法のザクロを半分差し出して姫の病気を治した末っ子お姫様が結婚相手として選んだのはお姫様のために魔法のザクロの半分を失った末っ子でしたこのお話はエジプトで奴隷として扱われていたユダヤ人が全てを投げ打ってエジプトから脱出したという史実を元にしたノーペインノーゲインの原則を伝えるためのお話なんですね犠牲なくして成功なし古くから伝わる不滅の真理ですねこの原則のポイントは3つです1つ目正しい 世の成功者はみんな例外なく何かを犠牲にしている。何も失わずに成功したいっていうのは成功したくないって言ってるのと同じですからね。ここは注意しましょう。二つ目、捨てるのが絶対に先もらってから捨てる。原因、利益が見えてから捨てる。こういうのは成立しないよと。全く保証確信がないところで捨てないと意味がないんだよと。これが二つ目ですね。で、三つ目、信念を持てと。誰かに言われて捨てさせられるんではなくって、自らの意志で信念に基づいて捨てようと。 こういういこことですねこの3つです。非常にね重要な原則なんで覚えておいてほしいと思います。今の皆さんの生活は、今、皆さんが手に持っているものでできています。今の生活で大切なものを10個ね、書いてみてください。そして、その中から1つ、自分の信念に基づいて捨てるものを選んでください。人間には空白を埋めたがる性質があります。そして、その空白には、捨てたものより価値のあるものを入れようとするはずです。 捨てたものより価値がないものを入れようとする人はいないですね、えー。家のクローゼットみたいなもんで、より価値の高いものを求めてきっと努力すると思うんですね。深層心理的にはノーペイン、ノーゲインの原則はそういうことなのかなと。こう言うと、この動画のコメント欄に、学長、わかりました、痛いことしますとかね、えー、犠牲を払いますみたいな。 こういうのだけ出てきそうでちょっと怖いんですけど痛いだけとか犠牲を払うだけっていうケースももちろんありますからねノーペインだとノーゲインだけどペインだとゲインとは限らないって早口言葉みたいになっちゃいましたけど痛みを伴わないと利益は得られないんですけど痛みがあったから必ず利益があるとは限りませんからねそこはくれぐれも注意してほしいなと思います以上参考になれば嬉しいです動画がいいなと思った人に紹介してもらえたりいいねやチャンネル登録してもらうと嬉しいですそれからリベダイ書籍出てますんでぜひ手に取っていただきたいと思います追加で質問がある方とかね このオンラインコミュニティリベシティぜひ遊びに来てください、えー、結果を出してる人とか僕自身も質問に答えてますんでねそれからコミュニティ内では毎朝学習マガジンも配信してますこの動画の概要欄からチェックしてみてください今日が人生で一番若い日です何にせよ不思議な原則ですよね何の犠牲痛みもなくジャブジャブと成功が降ってくるってその世の中だったらイージーなんですけどねこのお話が皆さんが人生で迷った時の羅針盤になれば嬉しいなと思いますユダヤ人の人たちに負けずにね僕らも学び続けていきましょうというところで終わります今日も ありがとうございました今日も気をつけて仕事行ってらっしゃい